こんばんは、リリーネコちゃんです。やりん、今夜はですね、タロット占いを、始めましたので、今日は日曜日ですので、1週間の双子座のタロットカード占いリーディングをして、来週1週間どんな1週間になるのかなというのをね、検証していきたいなというような動画になると思います。では早速、月曜日、逆位置、カップの7の逆位置でしたね。カップは愛情とか人間関係を表すと。の7、ジレンマの逆位置。ジレンマに陥らないってことか？まあ、絵の感じだと、なんか空想的世界っていうことなので、空想世界という意味があるならば、はっきりしないなっていうようなことですかね。逆位置になると、正反対になるから、空想的な反対は現実的ということなので、現実的な、まあ、視点から選択ができるようになると。はっきりと何かを選べるようになると。具体的な計画を、立てることができるようになりますよという月曜日。まあ、あながちね、DD はもう来週の月曜日はもうやることは仕事決まってますので、まあ、ありがたい月曜日のスタートではありますよね。決められるっていうことですよね。で、火曜日いきますか。あ、これも逆位置、ペンタクルの1、正位置だと宝物を入手しますよという意味。あ、逆位置になると大事なものを失いますよと。うわー、あんまりよろしくないですね。計画を立てたけれども早速何かを失いますと。いわゆる金貨を逆位置になると落としてしまいますよっていうことですね。どちらかというと仕事というよりはお金を落としてしまうっていう直接的な意味もあるのかな。大金を一気に失う可能性があるっていうことなので、まあ、余分な買い物だったり、まあ、投資だったりお買い物はちょっと控えた方がいいんじゃないかなっていうようなことなんで、どちらかというと DD はね、仕事のこと考えてたんですけれども、お金に関することはちょっとここ財布の紐をちょっと火曜日は締める必要があるのかなっていうようなことでしょうかね。そうするとそれが回避できる可能性があるっていうことでしょうか。水曜日、あ、もう全部逆ですね。今度カップの4の逆位置、正位置だと現状への倦怠感、逆になると新しい展望が訪れると。これはちょっと嬉しいですね。逆位置だけど嬉しいカードではありますね。動かなかった状況が大きく動き出して新しい展開が訪れたりすると、まあ、新鮮さを感じるような動きがあるんじゃないかというようなことですね。そうやって考えると流れ的にはいいですね。とりあえず水曜日まではお財布とりあえず注意するっていうことですかね。お金に関するのはちょっと引き締めろよということで、水曜日まではいい流れが来てるんじゃないでしょうかね。木曜日、あ、もう全部逆ですね。ペンタクルの8、逆、正位置だと勤勉にノルマをこなしますよと。逆位置ですと虚栄心から手を抜き努力を放棄、心が不純になると。なんかジグザグしてますね。ここはまだ力もないのに実力があると思い込んで虚栄を張ったり仕事の手を抜いてごまかしたりするとというようなことなんで、そこはちょっと注意しましょうと。誠実に行きましょうよっていうことですね。木曜日は注意しないといけないのはお金と、あと気持ちをここでもう一回初心に戻れというようなことでしょうかね。月火水木金曜日、双子座さん、今度はワンドの4、またこれ逆で出ましたね。ただ、3、ワンドの3と4だけは意味が変わらないということなので、意味合いとしては、あの絵を見てわかるんですけど、なんか平和な感じと、平和な休息の時間、心から安らぎと楽しいひとときを持てることが期待できるという週末。流れ的には、とりあえずはどうでしょう。財布の紐をきちっとして、初心に戻ってもう一回きちっとですね、心を入れ替えてやれば、平和な週末が訪れますよっていうような一週間になるってことでしょうか。月曜日に関してはきちっと計画が立てれますよというようなことですよね。で、水曜日に新しい展開があるっていうことですね。新しい展開があるので、月曜日にしっかりとした計画を立てれて、とりあえず財布はちょっときちっと締めましょうよと。で、ここにまた展開がありまして、おごらず初心に帰ってノルマをこなせと。そうすると、金曜日は平和な週末が迎えられるっていうことですかね。さあ、とりあえずリリーは月曜日から金曜日までの仕事なので、まあ、とりあえずは流れ的にはいい金曜日なのかなというような感じですね。皆さんどうですかね。皆さんもね、週末のお仕事の方もおられるかもしれないので、土曜日行きましょうか。土曜日は、あ、正位置が出ましたね、初めて。ソードの4、出ました。
慌ただしさの後の休息と。流れ的には慌ただしい感じはしないですよね。ここで大きく展開が変わるから慌ただしくなるってことなのかな、後の休息。ただ休息といっても、いろんな場面での休息っていうのが当てはまるので、どちらかというとここはゆっくりしなさいよっていうようなことですかね。土曜日は休息させなさいよ、体調もっていうことでしょうか。睡眠時間もしっかりとりなさいよっていう暗示なんでしょうね。なるほど。注意点としては月、木、土、ここで一回心も体も休ませなさいというようなことなんでしょうか。で、日曜日最後の来週、ワンドの3との逆位置。これは、静逆一致と、明るい未来への期待感。あ、これまたいい週末じゃないですか。まあでもね、視聴者様におかれては、日曜日スタートの方もおられるかもしれないんですけど、DD はどちらかというと、もう昔から月曜日スタートっていうのがもうなってますので、まあそういう形にさせてもらいました。なので DD にとっては、日曜日は最後の日ですので、それが明るい未来の期待感っていうカードが出てくれたことは、ちょっと次の週につながってくるのかなっていうようなことですかね。要するにこの海の方に向かって男性は見つめてるっていうことですよね。期待を込めて見つめていますよ。で、天候も明るい。明るく、彼の周りの杖はしっかりとまっすぐ立てられていると。明るい未来への期待感。ポジティブなカード。いいですね。期待感。一週間いいんじゃないですかね。双子座さん。まあ、DD も双子座ですので、まあ、双子座を占いさせていただいたんですけど、流れとしてはいい感じですかね。土曜日はとりあえずゆっくりしなさいよとですね、体が弱っちゃうんでしょうね。ここでまた頑張ってしまうと。なので、来週 DD は、土曜日はちょっとお休みをさせてもらうようなね、心も体もさせてもらうような形になるのかな。要するに、おごらず、やりなさいよと大きい展開が来ますけど、おごらないように、そうするといい週末が迎えれますよっていうことですかね。まず最初の計画をしっかり立てて1週間を乗り切らないといけないですね。 DD はね、来週1週間ちょっと勝負の1週間でもあるので、一気にちょっと勝負しないといけないっていうのもありますので、さあそれじゃあ、キーパーソンいきましょうか。ジョン、これ逆で出ましたね。キングオブソード出ましたね。あくまでもキーパーソンですので、剣を持ったナイト。ナイトは若者を意味しますと。若い人がキーになってくるっていうことか。これがキーパーソンは逆位置も何か意味があるのかな。まあ、逆になるといいカードではないんですよね。ヒーロー的なイメージがあるのがダークヒーロー。ダークヒーローって意味なのかな。ダークヒーロー登場ってことか、キーパーソンは。でしょうね。まあ思い当たる節はね、正直あるんですよね。 DD はね、この人じゃないかなっていうのはね、ちょっとうっすら頭には浮かんでます。あの人かなと、キーは。さあ、ラッキーアイテム行きましょうか。ラッキーアイテムとかキーアイテムっていうのかな。うわぁ、DD はちょっとこれがね、何のね、ラッキーアイテムを指すのかがちょっと読み取れないんですけれども、どういう意味なのかな。抑制とか節約っていう意味だから、でもアイテムじゃないですもんね。これ絵を見ていいのかな。ここになんか YouTube マークあると思いませんか。ここに。YouTube ってことなのかな。YouTube ボタンありますね。こうやってやるとね、ガチャってこうやると、ここに YouTube マークがありますね。水、ここの水かもしれませんね。水が何か関係してくるのかもしれないな。か、もしくはあれかもしれませんね。水っていうことなので、天候、雨の日が何かラッキーなのかもしれませんね。雨の日に何か、まあこじつけなんですけどね、水とするイメージとしては雨なので、雨の日に何かことを起こした方がいいのかなっていうようなことなんでしょうかね。さあ、今日はですね、こんな感じでちょっと初めて1週間をちょっと占ってみました。で、これをちょっと検証する意味で、来週1週間ね、どんな1週間だったかっていうのを、またちょっと検証する動画を作りつつ、また翌週の1週間の占いをやっていくような形で、読み取る力もね、今はちょっとね、参考書みたいなのを読ませてもらってますけど、ただ DD は、カードとの相性は間違いなく手相的にはいいと思ってますので、カードからお言葉をいただいてるはずです。ただ読み取り方が、まだうまいこと多分できてないと思いますので、まあ当然ね、見ながらやってますので、ただ、ある程度ね、ちょっと詳しい方がおられれば、双子座はこんなような形で来週1週間になりますよっていうような形ですので、読み取れる方がねおられれば、どうでしょう、あながち悪い1週間ではないのかなと。ただ気を引き締めるところはしっかりしなさいよっていうような形になっていくんでしょうかね。いや、1週間来週ちょっと楽しみですね。どんな感じで実際カードが DD に、双子座の皆さんにメッセージをくれたかっていうのが明らかになる来週。
1週間ということになるんでしょうか。さあさあさあ、今夜はこんなところにしときましょうか。まあ、いつものようにね、チャンネル登録とグッドボタン、歯磨き忘れないでください。1週間頑張りましょう。